ほっとできるひとときを。ひろみボイス。皆さん、こんばんは。ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。さて、時刻は23時15分を回りました。ここからはお悩み相談室のコーナーです。結構ね、ご相談もいただいておりまして、いただいた順番にお読みしたいと思います。今日は長丁場になっているので、睡眠導入用、あるいは作業用としてもよかったらお使いください。皆さんからの温かいアドバイスやコメントもお待ちしております。では早速、一つ目のご相談です。ひろみさん、こんばんは。いつもひろみさんの癒し力の高い動画にお世話になっています。以前、意中の相手の方の気持ちがわからないと相談させていただいたものです。その説は、とてもご親切にお答えいただき、ありがとうございました。その方とは、恋仲に発展することはなく、お互い友人として仲良くさせてもらっています。ここでまた相談というか質問というか、ただ自分の気持ちのトロになってしまうのですが、お付き合い願います。高3になり、この夏休みはいろいろ制限が緩和され、最初で最後の思い出が残せる夏だと思い、隣のクラスの女子と二人きりで花火大会に行きました。自分の誘いが承諾されて、一緒に行くぞとなったところまでは良かったのですが、当日は自分が緊張しすぎて、いつもの調子で会話ができず、本当に何も盛り上がらないとまではいかないものの、あまり盛り上がったとは言えない内容でした。当たり前ですが、会場がかなり混雑していて、いい位置で花火が見れず、雨津さえ花火飽きたねと彼女がそう思っていたのか、自分といる時間を早く終わらせたかったのか定かではないのですが、意見が合致してしまい、花火が終わる前に帰るという最高に後味の悪い別れ方をしてしまいました。ただ別れた後のメッセージでのやり取りはいつも通り楽しく終えられました。ここで質問なのですが、まだ僕には挽回することはできるのでしょうか。また共通の友人から聞いたのですが、彼女の元彼は自分とは対照のイケメンかつ服のセンスもよく、どこか色気のある男性でした。また彼女も個人的には学校一の美人で、ファッションも桁違いにかっこよく、恋愛経験も自分の何倍も積んでいます。そんな女性に僕はかなう人間になれるのでしょうか。長文で幼稚かつ浅はかなトロ失礼しました、といただきました。メッセージありがとうございます。もうちょっとすいません、口端がゆるゆると緩んでしまって、すみません。真剣にね、悩んで質問してくださったと思うんですけど、そうですね、まず花火大会行きましょうって自分からね誘ったのは本当にかっこいいし素晴らしい。しかもそれを承諾されて、そんな学校一の美人でね、桁違いに服のセンスも良くてって、まあ本当に高嶺の花みたいな彼女が承諾してくれて、しかもそれは花火大会って年に1回とか2回とか、地元だったら1回ぐらいしかないですよね。そういう映画とか遊園地とか予定を合わせればいつでも行けるものではなくて、夏のこの日にしか開催されない、そういうまあどっからどう見ても思い出となるようなデートに行きたいって彼女も思ってくれたってことは、まあ、かなり脈ありなんじゃないかなって思うし、そのきっかけを自分で作ったっていうのはすごい行動力で素敵だなと読んでて思いました。ちょっとニヤニヤしちゃってすいません。
それでなんていうのかな、花火ってでもね、私も何回か見たことあるんですけど、花火を見て盛り上がったことって正直あんまりないんですよ。気づいたんですけど、花火ってちょっと遠くから見るのが一番綺麗だったりするんですよね。もちろん近くで見ると迫力もあるんだけど、結構天候によって左右されるので、私が見ててわーって思ったのは、すごい間近でね見たんですよ。鎌倉の方まで行って、鎌倉横浜ちょっと忘れちゃったんですけど行ってみたんだけど、その日すごい風が吹いてて、風が吹くと花火ってただの煙になっちゃうんですね。そう、私も初めて知ったんですけど、ってこう上がりましたわーって言いたいんだけど、何の形かもわからないまま風になびかれて煙とかしていくっていうのを見ると、ここにも書いてあるように盛り上がらない、これは綺麗とも形容しがたいなっていう感じになっちゃって、まあ微妙な感じで終わったっていうのは私も経験があって、でかなり混雑もするし、駐車場を取ったり行くまでも大変だったり、帰りもすごい大変だったりするじゃないですか。だからちょっとね、よく見えるマンションのベランダとかなんかそういうところから見た方がのんびり見れるし、本当に綺麗に見えるからいいなーなんてね、大人になってから思いましたけど、なので花火大会あるあるかもしれない。そんなにこうわー綺麗だねって、なんか寄り添いたくなるような美しい花火っていうのは、本当にいろんなものが、天候とか気温とかいろんなものが重なって成立するものだと思うから、そんなに落ち込む必要はないんじゃないかなって思う。むしろ、まあ、無事にね、中止にならず見に行けたことと、その後に楽しくメッセージができたっていうことが、まあ、すごい良かったんじゃないかなって思う。あとは、まあ、彼女がどう思ってたかとか相手の気持ちっていうのは分かんないですよ。聞いたところで本当のこと言ってくれるとも限らないから、これは彼女に対してだけじゃなくて、これから先もいろんな人の言葉っていうのは、気持ちっていうのはわからないです。わからないから、わからないものをそういうふうに不安に考えたりするとキリがないので、考えすぎちゃうところでもストップするのが一番いいと思う。ただ言葉よりも行動が私は全てだと思うので、花火大会見に行こうって誘って、彼女が行くって OK を出してくれたその行為、行動はもう彼女の気持ちの表れだと思うし、どういう意味で花火飽きたねって言ったのかわからないけど、でもその後メッセージをちゃんと返してくれて楽しく会話ができたっていうのが事実なわけじゃないですか。だから事実をね、やっぱり好きだといろいろ考えちゃうのはすごいよくわかるんだけど、事実ベースで受け取っていくっていうのは何事においても大事かなって思う。そこに自分の気持ちがどう動いたかっていうのを大事にしていくのがいいんじゃないかなって思うんですね。だって花火飽きたねっていうのは分かんないですよ。私も妄想好きだからいろんなこと考えちゃうんだけど、花火をね早めに見終わって、みんなが帰る前に、混雑する前に帰って、ちょっとゆっくりあなたと話したかったのかもしれないし、いろいろ規制がね、制限がなくなって、初めての人とデートに行くってなると、やっぱりそれなりに緊張もすると思うから、疲れちゃったのかもしれないしね。そう、いろんなことが考えられるので、そう、まあそんなに暗い方向には考えない方がいいと思う。過度に期待するのもっていうのはあるかもしれないけどね。で、ご質問に書いてあるその挽回することはできるのでしょうかっていうのは分かりません。ごめんなさい。こればっかりは分かんない、分かんないけど、でも別に何も始まってもないし終わってもないから、まず始めてみてはどうかなって思います。私がここで挽回できるよって言ったところで、ただの
無責任な発言ですし、まあ、ぶっちゃけ全然わかんないからね。その場に私がいたとしても人の気持ちっていうのは本当にわからないから、その瞬間変わったりもするのでわかんないから、ちょっと正直に言うと挽回できるかどうかはわからない。でもまだ何も始まってないから、とりあえず自分の思いを伝えるっていう、始めるっていうところをしてみたらどうかなって思う。始めないと挽回も何もできないですからね。まだ思いをね伝えてないということだから、彼女ももしかしたら待ってるのかもしれないし、待ってる間に気持ちが変わっちゃうこともあるかもしれないし、やった後悔よりもやらなかった後悔の方が強く残るって昔聞いたことがあるんだけど、それはね本当にそうだと思う。恋愛ではないんですけど、私も会社員だった時にやらなかった後悔があって、数年後にねそれをねに気づいたんですよ。本当はやりたかったんだけど手すら挙げられなかったっていうことに気がついて、もうねすごい号泣しましたね家で。ああこんなに私は思いがあったのに何も言えなかったなって。それくらいやらなかった後悔はね結構何年越しにも残ったりする。なので結果がどうなってもいいじゃないですか。どうなるか分かんないんだから。だからまず思いを伝えるっていうのを多分前の動画でも言ったと思うんだけど、っていうのをねここまで来たらもうやっちゃっていいんじゃないって思います。で、共通の友人から聞いた彼女の元彼のね話も、これ何をもってどう言いたかったのかわからないし、まあ事実ベースでね言ってくれたのかもしれないけど、それもね過去の話なんですよ。私も経験がありますが、元カノがすごいなんかモデルでとか芸能人でとかなんかそういうことをちょろっとね聞くとやっぱすっごい気になるし、どこかでその元カノを意識してるんじゃないかなとか劣ってるんじゃないかなとかで結構悩んだこともあったけど、でももう別れてるんですよね彼らは。どんな理由があろうとも別れたのが事実なんですよ。さっきの事実ベースで考えましょうって言ったことにもちょっとつながるんだけど、別れてるんですよ。別れた理由があったんですよね。でそこにそれ以上を固執しても考えてもあんまり自分にいい影響ってなくって、でネガティブなこと考えれば考えるほど自分のマグネシウムがねちょっと私の浅い知識をキュッと集めた結果の話だけど、いいビタミンとかミネラルが消費されていってどんどんなんかねちょっとネガティブ思考になりやすくなっちゃったりもすると私は考えてるのね。だから考えてわからないことを考えて楽しくならならいいんですよ。すごい嬉しくなったりワクワクしたり楽しくならならいいんだけど、誰にもわからないことを考えて不安になることはもうそこでスパンってやめた方がいい。やめられなかったら声に出してストップってストップって声をに出していってみるといいと思います。ぜひやってみてください。で、なのでどんなにイケメンであろうかセンスが良かろうが色気があろうがなんていうのかな、それは過去のことなので二人はもう終わったことなので、そんなにね考えてもあんま意味がないかなって。でもしそれをプラスに持ってくるのであれば、自分はじゃあもっとね自分史上最高にねイケメンになろうとか、自分史上最高に服のセンスを良くしようとか、それをなんか調べて実践してみるっていうのは私はすごいいいことだと思います。何もね時間の無駄にもならないと思うし、その自分を研究してよく変えていく努力っていうのは必ずどこかでためになるから、今の恋にじゃなかったにしてもきっと未来に役立つことが私はあると思うので、そういうふうにわからないこととか不安なことに持っていくんじゃなくって、じゃあ自分にとってプラスにそれを生かすためにはどうしたらいいかっていう材料に使った方がいいと思います。で、で彼女もね学校一の美人でファッションも桁違いにかっこよく、恋愛経験も何倍も
積んでると自分の。でもそもそもそんなね、人と花火デートに行けてよかったですよね。本当羨ましい。だからそこに自分がまず承諾もらえたってことにちょっと自信持ってもいいんじゃないですかね。でもで、どんな女性に僕はかなう人間になれるのでしょうかっていう意味では全然なれると思いますよ。だって第一関門この人と二人っきりでデートに、しかもそれも夏の思い出の代名詞のデートに行きたいって思わせてるわけだから、でメッセージも楽しくねできてるわけだから、すごくポテンシャルはあるんじゃないかなって思う。だからそんなになんか不安要素を自らいっぱい作らない方がいいと思いますよ。不安要素になりそうなものを自分にプラスになるような捉え方をして実践をしていけば、自然と自分も自信がついてくるし、それって態度にも出てくるから、やっぱり自分のことを好意を持ってくれてる人ってやっぱり嬉しかったりもするんだけど、自分なんか見合わないだろうなとか、元彼が気になるなとか、やっぱちょっとうじうじされると、なんか気持ちいいものではないと私は思います。それよりも元彼にはまだ追いつかないかもしれないけど、君の良さを一番よく知ってるしとか、君のこと幸せにしたいとか、自分は努力をして君に似合った人間になるとか、そういうなんか前向きな方に持ってってくれる人の方が私は一緒にいてて気持ちがいいし、なんか同じように告白されるにしても、そういうまあポジティブに物事を捉えられる人の方がいいなって私だったら思うかな。なので幼稚とか浅はかなトロとかでは全くないので、ちょっとその物事の捉え方が今ちょっと自信がないなとか、比べて勝手に落ち込んじゃってるとか、まだ何も起こってないことに対して少し後ろ向きな印象を抱くので、そこをねストップって言って止めていただいて、でじゃあ自分だったらそんな風にあなたの元カノが可愛くて服のセンスも良くて、私なんか童貞を呼ばないからダメだよなとか言ってる人と一緒にいたいかなって、なんかちょっと逆の立場で考えてみてもいいかもしれないですね。自分を謙遜するのと卑下するのって似てるようで全然違うんですね。で、卑下したくなる時もあると思うんだけど、それってあんまりされすぎると一緒にいる人ってあまりいい気分にはならないんですねと私は思う。だから一緒にいたいって思われるには、じゃあ自分はどんな人と一緒にいたいんだろうって考えて、自分をよく変えていけるにはじゃあどうしたらいいかなみたいな感じで変換して、で何か本当に少しでもいいので実践してみるっていうのはどうかなと思います。話ちょっと違うけど、服のセンスって本当に出ますよね。ただ私は服のセンスがいい人をね見てて気づいたんですけど、やっぱ普通の人の何十倍も何百倍もお金かけてますよね。お金をかけてるっていうよりは、まあ失敗してるっていうのかな。いろんな服を着てみて合わせてみてチャレンジして失敗して、でその分だけセンスが良くなってってるなって私は思う。センスってもともとのものもあると思うけど、ある程度やっぱり失敗して作られていくものだと思うんですね。だからもしかしたらもうそなたがちょっと気になっちゃってる元彼もものすごい努力してセンスがいい服にたどり着いたのかもしれないし、ものすごい努力してイケメンになったのかもしれないし、わかんないですけど、なので最初からそういう人だから叶わないって思うんじゃなくて、今の自分ができることは何かなって考えてやっていく、その繰り返しの先
に多分いい出会いが待っていたり、いい仕事が待っていたりするんじゃないかなって私は思う。なのでね、まだまず始まってもないから落ち込まず、始めるところからいかがですかっていうところと、起こってもないこととかわからないことをネガティブに考えずに、どうせ考えるんなら自分のためになるような考え方をしてみてはいかがですかと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。よかったらコメント欄でご意見やコメント、アドバイスお待ちしています。メッセージありがとうございました。はい、それでは2つ目のご相談です。ひろみさんこんばんは。いつも素敵な動画をありがとうございます。ひろみさんのささやき声とっても大好きで癒されております。今回恋愛相談をさせていただきたくマシュマロを送りました。私は社会人1年目の22歳女性です。高校1年生の頃から幼馴染のことが大好きで、ずっと彼氏がいません。幼馴染は私のことを家族または妹のように思っているようで、恋愛の心配やアドバイスされてしまうような関係です。ですがお酒飲んで酔っ払ってしまうと、私にハグをしてきたり腕を組んできたり、距離がとても近くなります。また恥ずかしい話なのですが、二人ともそれなりに酔ってしまった際に友人たちに隠れてキスをしてしまったこともあります。それ以上の関係にはなっていません。しかし彼のことが好きな私にとっては衝撃でした。その時は私はもしかしたら恋愛対象になれる存在なのかもしれないなんて思ってしまいました。しかしそれからは特に何もなく、今まで通り妹、家族のような関係に戻り、キスの話もなかったように過ごしています。彼を未だに求めてしまう反面、私ももう22歳で結婚願望もあるため、そろそろ違う男性を好きになって実りのある恋愛をしたいなとも思います。時間が忘れさせてくれるという言葉がありますが、なかなか忘れられません。どうするべきでしょうか。ちなみに彼は彼女がいることもありましたが、今はいないです。乱雑な長文で失礼しました。もしよろしければ相談に乗っていただけると幸いです、といただきました。メッセージありがとうございます。2つ続けて恋愛のご相談ですね。はい、そうですね、まあこの方もまだ自分の思いを伝えていないっていうことだと思うので、無理に今忘れようとしても絶対無理だと思うんですよ。だって高校1年生の時からだから、まあ、6年以上ねずっと思い続けてきたわけで、でさっきと同じ言葉になっちゃうんですけど、やった後悔よりもやらなかった後悔の方が本当に残るので、例えばだって今あなたが無理やり忘れようとして別の方と付き合って結婚したとするじゃないですか。で結婚して結納して結婚式してみたいな、なんか流れになってバタバタバタってきて、ふーっと一息ついた時に絶対ふとね思い出すと思う。お酒飲んだ時とか生理前で感情がちょっと揺らいでる時とか絶対に思い出すと思います。だから本当に忘れようとねするのであれば、一回ぶつけた方がいいと思います、本当の気持ちを。その上でダメだったとしても、そうでなかったとしても、自分の思いをまず伝えるっていうことをしないと、彼のことは永遠にね思い出すと思う。そういう何も始まらなかったこととか、やらなかった後悔とかって忘れられない、そのずっと残るだけじゃなくって、なんかいい思い出として残っちゃったりもするから、後々のこと
ことも考えて、私は自分の思いを伝えるのがいいと思います。お互いまだ結婚もしてないですよね、きっと。のであればなおさら傷つける人も本人か当人かぐらいだから、そう、だからまずそこからなんじゃないかなって思いますね。で、幼馴染は家族とか妹のようにそのあなたのことを思ってるっていうことだけど、でもそういう人とキスしようとは思わないんじゃないかなって思いますけどね。お酒を飲んだ勢いだったとしても、やっぱりある程度女性として異性として意識をしなければ触れたいって思わないんじゃないかなって私は思うけど、皆さんどうでしょうか。本当にもう何にも覚えてないくらい気を失っちゃうくらい泥酔しててっていう人だったり、酒癖がただただ悪くって隣にいる異性を手当たり次第チューしちゃうとかだったら、まあ別かもしれないけど、でもどうなんだろう。やばっ、でもちょっとぐらい異性として意識がないとキスしたりハグしたりってしないんじゃないかなと私は思いますけどね。まあでもそれから特に何もなくっていうことに見ると、まあなんていうのかね、どう思ってるのかちょっと分かりかねますよね。酔った勢いだから幼馴染だし分かってくれるでしょって思ってるのか、なんなんだろうね。分かんないですねだから自分の思いだけだから分かってるのは分かってるんだったら伝えた方がいいんじゃないかなって私は思います。このままだとあなたが彼を思う気持ちも消化されないし、彼があなたを思う気持ちも永遠にわからない。告白すると嘘か本当かを置いといて何かレスポンスとか態度があるはずなんですね。例えばテキストで告白をして返信が来なかったら、返信が来なかったっていうことが事実じゃないですか。で、まあいわゆる気持ちがないっていうことになりますし、直接言って俺もだった、好きだったって言われたらそういうことだろうし、実はそういう目で見てないっていうことだったらそうなんですよ。でも何かしら自分から言わないとその事実は受け取れないから、一回聞いてみてもいいんじゃないかなって思う。そうですね。でも16歳から22歳って結構本当にずっとね思ってきたんですね。学生時代ずっと。今22歳で社会人ってことは大学も出ていらっしゃると思うのでね、高校生大学生とずっと思ってたんですね。最初に大好きって書いてありますもんね。大好きな人とキスしたら期待しますよ、そりゃ。だからその後何もなかったのはちょっと悲しかっただろうし、モヤモヤしただろうしって思うけど、そこはね、はっきり私はさせた方が次に進めると思います。だってこのままうやむやにしてあなたが彼氏できて地元帰ってまたお酒飲んでなんか酔った勢いかわかんないけどキスされたらまた気持ちが揺らぐじゃないですか、きっと。そうなるとその時付き合ってる人にも失礼だし、絶対前に進めないと思うんですよね。どんな別れ方でも別れたのは事実だから、どんな振られ方でも振られたのは事実だから、その何か事象が起こらないと解釈って生まれないじゃないですか、自分の中で。その解釈が私はすごい大事だと思うんです、自分なりの解釈。例えば長く付き合った人と別れました、急に振られました、なんでってすごい思うじゃないですか。すごい思うけど別れた振られたのは事実で、まあ一時はその人のことを憎むかもしれないけど、その先にねいい人に出会ったら、あの人と別れた振られたのはこんな素敵な人と出会うためだったんだって解釈が自分の中でできたり
しまうと、すごい宙ぶらりんな状態になると思うんだよな。ちょっと言ってることが抽象的で分かりにくかったらすみません。まあ、とにかく私だったら言って振られてから次に進みます。振られることって怖いけど、振られないまま宙ぶらりんでいるより私はずっといいと思う。まあ、その伝えるっていうことも一種のエゴっちゃエゴなので、例えば相手がもう幸せな家庭を築いてるとかだったら、もう一歩引いて、あ、もう彼が家庭を作ってるってことは私と結ばれない運命だったんだとか、私がどう言っても振られてたんだろうなって、まあ、解釈すればいいと思うんだけど、そういう状態でないのであれば、思いはね、伝えないとわからないし、特にこういう片思いとか、なんだろうな、やらなかったことっていうのは後々結構響いてくるので、ぜひちょっと最初の方と同じメッセージになっちゃうんですけど、怖いかもしれないけど伝えてみてリアクションをもらって次に進むっていう方が、私はその先の恋愛はいい恋愛が待ってると本当に思ってる。なので、皆さんはどんな風に考えますでしょうか。よかったらコメント欄でご意見やアドバイスをお願いいたします。メッセージありがとうございました。続いてのメッセージです。すぐに人と比べてしまい自分に自信が持てません。ダメだと分かっていてもつい比べてしまいます。こんな自分が嫌いです、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、まあ人と比べちゃう人がほとんどだと思うし、何かをするにしても、例えば料理研究家にしても、じゃあ料理研究家って自分が名乗っていいのかってなった時に、上を見れば果てしなく上がいるわけですよね。その道50年のプロがいたり、自分の店を何店舗も持っている人もいたり、いろんな本を出している人がいたり、じゃあ自分は料理の研究してるって自分で思ってるけど、一冊も本も出てないし、自分の番組を持ってるわけでもないし、だけど自分の料理おいしいって言ってくれる人はいるし、自分は料理を研究するのが好きだとかね、いうことで言うと、果てしなく比べる対象っているし、おそらくなんかイーロン・マスクとかイチローとか本当に超一流にならないと、トップ中のトップの人も多分ね、目指すものがあると思うんで、多分永遠に終わらないんですよね。そうで、なので、まあこういう方ってすごくたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思うし、私も特に大学生の時かな、まあ、常に人と比べて劣等感ばっかり持ってました。で、今は全然比べてないし、自分の中で先週の自分と自分の今週の自分で比べて落ち込むことはあっても、人と比べて落ち込むことって全然なくなったんです。私の場合だと、例えばフリーのナレーターとして精進してるって言っても、同じようにフリーの人って本当にたくさんいらっしゃって、もっともっと仕事もらってる人もいるし、そうじゃない人もいるしって比べたら、もう自分なんて目に見えないねくらいの位置にいると思うんですね。だけど、じゃあそれと YouTube もやっていて、じゃあ YouTube の中で比べたら、チャンネル登録者数が1万5000人で、運営期間でいうと2年以上とかってなってると、かなり伸びは遅いし、ASMR の中でもトップの人は本当にね、何百万人といらっしゃって、何百万回と再生されていてって、落ち込む要素って本当にたくさんあるんですね。で、じゃあ働いてるママだとしても、私はできたお母さんじゃないしって言ってたら落ち込んできちゃった。
やってね、自分で落ち込む要素を見つけるのが得意になっちゃうんですよね。そういうのが癖になると。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、私も完璧な答えを持ってるわけじゃないんだけど、最近私が実践している脳みそを味方につける方法っていうのはすごく効果があると思うので、お伝えします。で、これもやってみるかやってみないかはあなた次第だし、本当に自分を変えたいなって思ったら騙されたと思ってやってみてください。で、結果がなかったら私のやり方は合わなかったんだと思って違うやり方を模索されてください。そうじゃないと変わらないと思う。本当に自分を変えたいんだったらやってみてください。で、いくつかあるんだけど、一つは食事、食事って、腸内環境を良くするっていうことになるんですけど、腸内環境って脳にすごく直結してるんですって。詳しいロジックはちょっとググっていただきたいんだけど、とにかく腸内環境を良くするっていうことがメンタルを安定させる、私はとてもいい方法だと思って実践してもう4年かな、すごく効果を感じています。で、これも自分に合った食材って違うので、あくまでもご参考にと思うんだけど、ポイントはとにかく栄養を食材から取ること。サプリメントとか、なんか栄養ドリンクとか野菜ジュースとかではなくって、食材を食べることです。で、野菜とかってビタミン A とか E とか C とかいろいろ成分があるけど、まだまだわからない成分とか栄養価がたくさんあるんですって。それで考えると、ビタミン ABC とかの錠剤を飲んだりするのではなくって、まだわからない未知の栄養を持っている食材から栄養を取る。そしてビタミン E っていうかマグネシウムかな、アーモンドとか納豆とか、マグネシウムってストレスが多いとすごく消費されちゃう栄養素だそうで、そういうネガティブなこと考えちゃったりするとすごくね、ストレスになって、マグネシウムはすごく消費されちゃうと私は考えています。なので、特に納豆は毎日1パック食べるとか、おやつにアーモンドをね食べてみるとか、そういうちょっとその自分の性格を考慮した栄養素を取るっていうこと。あとは油と砂糖を変える。これは一番早く手っ取り早くできることなので、植物油とかそういうものを使わずにオリーブオイルかココナッツオイルにして、自然由来の油を取って、で、お砂糖も白砂糖とかそういうものではなくて、きび砂糖とか甜菜糖とか、どっちだったっけな、きび砂糖が腸内環境によくて甜菜糖が冷え性にだったかな、まあ、とにかくそれもどっちかがね、あ、きび砂糖はサトウキビでしょ、甜菜糖は北海道で取れるほうれん草から取れる砂糖だったかな。とにかくそのナチュラルなものからできたものを使う、砂糖と油は特にっていう感じで、口にするものにまず気を使ってみてください。それが一つで、もう一つがアファメーションといって、実際にポジティブな言葉を自分で声に出してみることによって脳がそれを一番最初にね認識してくれるから、すごくいい影響を脳に与えるっていうやり方があります。そう、これすごい効くので、私これはね半年くらい前からやってるんですけど、ものすごく効果を感じてます。で、ポジティブな言葉っていうのは何でもいいんだけど、感謝でもよくて、私は毎朝起きた時に窓開けながら3つ感謝の気持ちを声に出しています。で、あとはちょっと自信がない時とか落ち込みそうな時に、私は大丈夫、私ならできるとか、そういう自分にお励ますような言葉をかけてあげたり、夜スキンケアをしてる時によく頑張ったねって
感謝とかを声に出す、これ恥ずかしいかもしれないけどすごい効果があるのでやってみてください。で、3つ目は自分をね、応援してくれたり肯定してくれたりする人だったりアカウントだったり、そういう本だったりね、ものを身の回りに置く。何かやろうとするときに、いや、やめた方がいいよとか、あなたには難しいんじゃないとか言われると、自分ではできると思ってても脳がね、そうやって反応しちゃうんだって。すごい単純なんですって。脳って聞いたことの根拠を探す生き物だから、あなたはできるって言われたらできる根拠を見つけるんだって。だけどあなたはできないとか、あの人より劣ってるって聞いちゃうと、その根拠を探しちゃうんですよ。だからこそ自分で発する言葉をコントロールできても、周りから耳に入る言葉とか情報はコントロールができないので、できるようにする。今のままだとマイナスなことばっかり聞いちゃうなと思ったら、その場を変えてみるとか、なんかフォローするアカウントを変えてみるとか、読む本を変えてみるとか、そういう友達から離れてみるとかっていうこと。で、もう一つが最近加わったんだけど、最近ね、雑談動画でも話したんですけど、テッドっていう著名な人とかが登壇してスピーチするっていう、動画があって、そこである研究者が言ってたんですけど、ボディーラングエッジ、なんかこうファイティングポーズ取ったり、なんかこう腰に手当てて堂々と立ってみたり、そういう堂々としたボディーラングエッジ、こう手を広げてみたりとかね、そういうのって研究結果として、自分の自信とかを向上させるホルモンが上がって、逆にストレスを感じるホルモンが下がるっていう研究結果が出てるんですって。で、逆にご自身なさげにしてしまったり下向いたりとか、そういうポーズ取ると逆の結果が出るっていうのが分かったそうなんです。で、だからどんなポーズでもいいんですけど、堂々としたポーズを、人のいないところでもいいので1日2分間取ると、小さな小さな積み重ねだけど、でもこんだけビッグチェンジが起こるんだよって、スピーチを聞いてそっから実践してるんですけど、確かになんかね、心がね、安定するというか、本番前で私もすごい緊張したりするんですけど、でもなんとなくここまでやったなら大丈夫だろうみたいな気持ちでいられるような気がする。これも本当に私がそう信じたいから効果を感じてるのであって、何でもどうせダメだろうとか言って思ってたら効果って出ないと思うんです。医療でも整体とかでも美容でも。だから一回騙されたと思ってやってみてほしいなって思う。どれか一つでもね、やられると私は効果がありましたし、今すごい、なんていうのかな、人は人、自分は自分っていう感じで、なんか自分のやるべきことに集中がすごいできてるなって感じます。でもやっぱり数パーセントで、ああ全然 YouTube 伸びないなとかね、あの人は私より遅く始めたのにすごいなとかね、思いますよ。思うけど、でもそれ考えたところで何も始まらないしっていう感じで、すぐに戻ってこれるようになったっていうんですかね、目の前のことに。なので私が実践したことを本当におすすめなんで、やってみてほしいなって思いますし、こういうご相談に対して多分よくある回答が、忙しくするとそんなこと思わないとかね、時間があるから暇だからそういう余計なこと考えちゃうんだっていう意見もあると思います。で、それは一理あると思うんだけど、やっぱ人間なんでどうしても比べちゃったり落ち込んだりっていうのはあると思うんですね。で、そういう時に精神論で言ったりしてもあまり意味がないというか効果がないような気が私はしていて、で、最近私がすごい効果があるなって思うのが、その脳みそをコントロールする。脳って私たちの中にあるけど、結構外的なものにすごい左右されたりとか、
か、単純なものに左右されたりとか、食べたものにね左右されたり、自分が発した言葉にすごい影響を受けたりしてるので、じゃあそれをうまく使えばいいんだなって思っていて、はい、なのでこれはねおすすめ、やってみてください。きっと何かが変わると思う。自分に自信を持てなんて言われても難しいだろうし、自分に自信が持てるように、なんかこう何かやり遂げなさいとか、筋トレをしなさいとか、そういう件もあると思うし、さっき言ったみたいに暇だからそう考えちゃうから筋トレしなさいとか筋トレ何回目やねん、何か没頭しなさいとか、そういう意見もあると思う、まあ、それらもいいと思う。だけど私は客観的に脳みそと仲良くね、うまく付き合っていく、脳を味方につけるっていう方が即効性があるし、持続性があるなと思ってます、現時点では。なのでよかったらやってみてください。視聴者の皆さんも何かアドバイスがあればコメント欄にお願いします。はい、それでは今日最後のご相談です。ひろみさんこんばんは。いつもひろみさんの動画を拝見させていただいてます。特にひろみさんのお悩み相談室が大好きです。長くなると思いますがご相談させていただきたいと思います。私は現在大学生です。つい最近までお付き合いしていた方と先日お別れをしました。彼は同年代の他校の方で、部活が忙しかったのにもかかわらず毎週のように時間を見つけては私に会いに来てくれていました。今まで何人かの方ともお付き合いしてきましたが、その中でも一番と言っても過言ではないくらいその彼に心惹かれていました。この彼と私は私と高校時代から交流のある友人の紹介で知り合いました。別れてから知った事実なのですが、その友人は私が当時彼と付き合ったことを知っていたにもかかわらず、毎日彼と連絡を取り、時間さえあれば頻繁に電話もしていたそうです。私の他の友人の目の前にしても平気で連絡を取っているのも見受けられたようで、そのような事実を前々から聞いていましたが、それでも彼と友人のことが大切だったので、私自身は我慢して受け止めてきたつもりでいました。この後日その友人から連絡があり、元彼が〇〇の悪口を言っていた、それでも私は〇〇の味方だからというメッセージが来ました。その友人は私と彼の間を中立して、彼の方には私の陰口を言い、私には彼の悪口を言っていたそうです。彼が別れを告げてきた理由もその友人の虚言が理由だったそうです。私自身、この友人がいなかったら彼とは出会っていなかったですし、こんな貴重な恋愛を経験することもなかったとも十分理解しています。ですがこのような形になったのがショックで立ち直れる気がしません。この友人は私にとって友人と言っていい人物なのでしょうか。関係を切って新しくスタートしてもいいのでしょうか。私はこの先彼を超える素敵な方に巡り会えるのでしょうか。ひろみさんのご意見もぜひお伺いしたいですといただきました。メッセージありがとうございます。こんな性格の悪い人いるんですね。びっくり。最後のご質問、この人はあなたの友人ではありませんし、関係を切ってください、そして新しくスタートをしてください。この先彼を超える素敵な人に巡り会えますって言いたい、強く。まずどうなんでしょうね、そのお互いその友人つてで彼の悪口とか、彼はあなたの悪口とか友人つてで聞いて、その確認はしなかったんですかねっていうのがちょっと素朴な疑問です。
今日友達にこんな風に聞いたんだけど、それって本当って、いや俺はお前のこんなこと聞いたよって、それって本当って、そこがしっかり連絡さえ取り合っていれば、あの別れるっていうところまではいかなかったのかもしれないな、なんて読みながら思ったんだけど、まあ、ちょっと友人が巧妙な手口を使ってたのかな、どうなんだろうね。でも本当に、なんていうのかな、あの私も経験があって、留学中の話だから結構前の話なんだけど、彼のね悪口をしか聞かない、本当に。でそのバックボーンも知らないから、私も一瞬信じそうになるんだけど、本当に最初の方との話と一緒で、私は彼しか知らないわけですよ。彼の言動しか信じるものがないんですね。でもそれを見る限り、彼は信用できる人だったんです、私にとって。でも周りはすっごい変な噂とか、いけない話とか、いけない話悪い話とか私に吹き込んでくるんですね。だからもう彼の知り合いと言える人みんなだって、私は裏をね取ろうと思いました。でも別にみんな直接その噂を知ってるわけじゃないし、噂なんてどこが始まりかわからないから、噂でしかないんですよね、噂って。だからもうある時に決めたんですよ、あの彼にも全部言って彼のレスポンスと行動を見ようって。で全部ね、もう私はこういうことを聞いて、誰々からこういうことを聞いた、誰々からはこういうことを聞いて、誰々もこう言ってた、で、まあ、そんだけね、あと言われる彼も彼なんだなって思うんだけど、どうなんだ、私はすごく不安で、この不安をあなたに解消してほしいって言って、まあね、あのまあそうやって噂される理由もすごくよく分かったし、それでも私は彼が好きだったし、彼が私といるその時間だったり、私の家族のことを考えてくれる行動だったりっていうのはものすごく信頼ができたんですね。でその時に、あのもうこれでいいんだなって思いました。周りにどう言われようが、何を言われようが、私と彼さえしっかりしていればいいんだなって思ったっていうのが、まあだいぶ前の話ですけどあって、あのそれくらい結構嘘ばっかなんですよね、世の中とか友達の話とか誰々に聞いた話とかって、大抵あの誇張されてたりするし、なんか事実が歪んでしまってたりするし、まあ、メディアの放送とかもそうじゃないですか。何だったかな、前兵庫県の明石市の市長が、何だったっけな、なんかの見出し、あ違う、間違えた、あの河野太郎大臣が、あの国会議員の方が新しくデジタル庁の大臣に任命された時に、なんか会見がね、だいぶ立て込んですごく遅くなっちゃったから来週にしますってメディアにね、報道陣に言ったところ、どこかのメディアが記者会見を拒否みたいな感じで見出しをつけたんですって。でも河野さん的にはちゃんと説明をして来週にしますって誠実に対応したのが、まさかそんな見直しになってたとはっていうことで、まあ、ツイートをしたら何の謝罪もなしにその見出しが変更されてたっていうことがあったっていうのも、あのそういうね、象徴とも言えるんじゃないかなって思うんだけど、大体人が伝えてくることって嘘が多いんですね。昔ね、本当に昔だけど、あの J リーグを立ち上げた川端さんの話を聞いた時にも言ってましたね。あのなんか質問されて記者に、で何も答えなかったら次の日新聞の見出しに大きく無言でうなずいたって書かれて、本人腰抜かすほどびっくりしたんですって。拒否も肯定もできなかったから無言でいたのに、無言でいたっていうことを無言で大きくうなずいたって描写をされた、もう事実が曲がっちゃうじゃないですかっていうくらい、人の話ってやっぱり半分に聞いてた方がいいなって思うし、あのもしね、何かそれが特に悪いことだったらなおさら、
大体世の中って悪口とか不幸が大好きなので、だから週刊誌が売れるんですけど、そういう悪い話とかをしてくる人って大体持ってるし、この人の前ゼロから作り上げてたりするじゃないですか。っていう人はね、やっぱ一定数います。そういう人は変わらないから、そういう話が来たなって思ったらほぼ嘘だろうとか、話半分に聞いて、でそれが特定の人を指さしてて、その人が大切な人だったら直接連絡を取って、あの裏付けというか確認した方がいいと思う、事実確認で。もしもう別れちゃったっていうことだけど、あなたが彼のことすごく好きで、彼もまだあなたのことを思っているのであったとしたら、一回行ってみてもいいんじゃないかなって、もう終わった話なんだけどって。私はあの時あなたに事実確認をしなかったし、あなたもしなかったよねと、あのみたいな、なんていうのかな、でも私はこういうことは言ってないし、あの信じてほしくもなかったみたいなね。でもしあなたがその友人から聞いた彼の悪口を信じてしまっていたのであれば、それを聞いた上で、あの嘘だったら信じてしまってごめん、あなたのことを信じられなくてごめんって謝るべきだと思う。まあもう終わったっていうことで、あのもう振り返らない、過去を蒸し返さないっていうのもいいと思うんだけど、なんかもしそれが本当に根も葉もない嘘を吹聴されてたら、彼に、私だったら嫌だから、あのユリを戻したいとか、戻してとは言わないけど、これだけは訂正させてほしいって言っちゃうかもしれない。だって名誉毀損ですよ、そんなの。裁判起こせるんじゃないですかってレベルじゃないですか。うん、私だったらそこは伝えたいし、彼のことも聞きたい。友達から聞いたこと、なんか弁護士みたいだけど、あの自分の中で書き出して裏付けじゃないけど、だってね、まあ、それを付き合ってる時にやれたらよかったんだろうなって思うし、今後もしそういうことがあったら、信じられるのは信じてる人だけだから、その人に聞かなきゃいけないんですよ。でその人が不誠実な対応を取ったらそれまでなんですよ。そんな人と一緒にいる必要は全くない。誠実な人とか、あなたのことを思ってくれる人は絶対にいるから、あのこんな風に聞いてとても不安なんだけど、本当？嘘？って、それは嘘だよって、不安にさせてごめんねとか、これはここは事実だけどこれは嘘だよとか、ごめんこれは本当だとか、何でもいいけど、誠実に答えてくれるってことが私は全てだと思ってるから、今後もし似たようなことがあったら、何か仲介してくる人ではなくって当人に、信じたい人に直接ぶつかってほしいなって思うし、こんな友達さっさとね切っちゃってください。こんなの友人でも何でもないですよ。彼女がいたから、彼がいたから、その友人がいたから彼と出会えたとか感謝する必要も全くない、全くないんで、出会えて、あの出会わせてくれたけど、多分その人いなくても何かの形で出会ってるんですよ。出会う人はね、出会うべくして出会ってるんですよ。でこの人も、この友人だと思ってた人も、あのこういうね本当に性格の悪い人っているんだと。で実際にそういう人をね、ちょっとでも信用してしまうと大切な関係を崩されるんだっていうことを、あの本当に悲しいと思うけど、悔しいと思うし、辛いと思うけど学んだので、そういう人からはね距離を取るに越したことはない。本当にそう、どこに行ってもいます、いるけど、あの類は友を呼ぶっていうのは本当で、そういう人から離れて、誠実な人、誠実な人の方にね寄って、自分も誠実であれば、そういう人でだんだん固められてくるので、あ、世の中に性格の悪い人っていたな確かみたいな感じくらい距離は取れるんで、そんな風に生きていってほしいなって思うし、私もそういう風に生きたいなと改めて思いました。あの今はすごく辛いと思うけど、自分をね大切にしてくれる人を大切にしてください。大切にされてるかどうかは肌感でもわかるし、言動で明らかじゃないですか。
何か恩があるなとかじゃないし、友達だしなとかいう同情はいらないし、自分を大事にしてくれる人のそばにいてください。そして自分が信じたい人に直接話を聞いて、事実じゃないこと、本人から聞いてないことってのは極力 100% 信じずに言ってほしいなって思う。それは私も自戒を込めて言ってるんですけどね。報道とかいろいろ見出しのインパクトが強くて先入観持っちゃうこともあるし、友達、信用してない友達は私はいないから、友達少ないんですけど、信用してる人しかいないけど、なんか噂話とかねするような人がちょっとでもいたらもう嫌われていいからダッシュで逃げますね。それくらい距離を取り続ければきっとそんなに身近には発生しなくなると思う。そうやって自分を大切にしていってほしいと思います。必ずいい人がこの先待ってるので、たくさん泣いたと思うし、なんかこう文章の感じからも落ち込んでるというか元気がないなっていう感じがすごく伝わるんですけど、大丈夫、絶対にいい人が待ってるし、この友人と関係を立てばいい友人にまた巡り合えると思います。自分の気持ちに正直に誠実に生きていけば、この友達にまた関係が切れなくてずるずると続いていくと、なかなか新しい道っていうのは見えてこないかもしれないけど、勇気を持って自分を大切にする道、人っていうのを選んでいってほしいなと私はとてもとても思います。こんなにいい友達いるのっていうくらいの子ができると思うし、ああもうなんかこんな誠実な人、大好きな彼できたって思うと思う。学生時代の恋愛とはまた違うかもしれないけどって思います。だからたくさん泣いて悲しい気持ちをねまず抱きしめてあげて、無理やり元気出そうとすると後でツケが来るので、元気がない時は元気がないんだから、だってそれだけ辛い経験をしたわけだからっていう風に認めてあげてください。自分を大切にしてくださいね。はい、皆さんからもよかったら温かいアドバイスとかご意見とかいただけると嬉しいです。はい、それでは、はい、それでは今日は何個かな、いくつかの、ご相談に乗らせていただきました。いつも皆さんありがとうございます。そしてご相談がねちょっと溜まっていて、なかなかすぐにレスポンスができずに申し訳ありません。はい、またこの会話続いていくので、少し待っていていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。